ちら、ただいまですね、井上尚弥選手に敗れた、ジェイソン・モロニー選手と、井岡選手に敗れたパレクテ選手の、両選手のね、こう間接的に、うん、関わりじゃないですけど、敗れた者同士の激突っていうところで、ジェイソン・モロニー選手とパレクテ選手の一戦が、終了しました。でですね、この一戦をね、まだご覧になっていないという方がいらっしゃいましたら、このね、動画の視聴をお勧めしますということは冒頭で申し上げます。はい。で結果はですね、3ラウンド TKO 勝利で、ジェイソン・モロニー選手というところで、モロニー選手おめでとうございます。いや、すごかったですね。うん、いいタイミングでモロニー選手のね、右が入って、で、立ってきたけど、まあ、モロニーがね、また畳みかけて、勝負ありというところで、まあ、自分はこの一戦は、うん、判定で、うん、うまいボクシングをしていってモロニーの手が上がるんじゃないかと思ったんですけど、距離がね、予想以上に近くて、うん、足が止まってもうバン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 ね、こう打ち当てて、パリクテのパンチもね、本当に鋭いし、うん、いつこうモロニーにヒットしてもね、おかしくない距離にいて危ないなとかと思ったんですけど、でもやっぱモロニーの近い距離のこのショートですかのパンチが非常にうまいですよね。うん、でいい形でこうね、距離も取ってっていうところで、最初はもう本当アップテンポでね、こうテンポよくポン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 やってたと思うんですけど、うん、でパリクテのね、流れになるかなと思ったけど、実はモロニーだったっていうね感じで、まあ、非常に面白かったですね。まあ、すぐ試合がついちゃいましたけど、でまあモロニー選手はね、モンスターに敗れて、再起でグリアとやって WBC の、シルバーチャンピオン獲得して、で今回がその WBO の、地域タイトルかと、WBC の、ベルトっていうところで2冠王なわけですよね今、うん、でこれでね、世界の話も、まあ、前にも出てて、うん、でそれがスリアンの弟とやるっていうねところで、でその勝者と、ドネアモンスターの勝者っていうね話も一応あるじゃないですか。なのでね、またいずれモロニーがね、世界戦線に絡んでくるというふうに自分は思いますね。多分この感じだと、あのスリアンの弟にも勝てるっていうふうに自分は思っております。はい。なのでね、まああのモンスターからの敗戦を経て、よりねこう強くなったなっていうふうに自分は今回またね試合見て思いましたね。はい。なのでね、今後のねモロニー選手の活躍も、ぜひとも、期待していきましょう。はい。まあ、皆さんもですね、ぜひコメントございましたら、お寄せください。